下地をする場所になります。下地なるほど、すごいんじゃないか。こういう引き高抜き、これは今木の状態でザラザラっていうか、であのお醤油とか入れてももう染み込んでしまって汚れが取れなくなってしまうっていうのに洗えるように、うん、だからもう僕の昨日も不正の場合をこうやって一個一個塗る鍋はなくて、こうやってもう並べてしまってこの板ごと塗るっていうのが、まあ点滴みたいに落ちてくる。このままこうやって塗っていくっていうかね、下地っていうのが非常に大事っていうか、これはね、大体3時間から4時間で今夏やと乾いてしまう。冬だともっと乾く。そう、冬だとあのもう1日かかり、それは湿気なんですか？気温ね。で、あプラスチックとか樹脂だと乾燥機って言ってね、あの100度近い温度でダンと焼くことができないけど、結局木なんでそんな高温で焼けない。だから自然に気温で乾かしていくっていう。でこちらで全部あの下地工程を今しているものは全部あって、でこれ塗るまでの間やね。おうん、こう生地屋さんから生地が入ってきて、こうやってここがツンツンしてるのをちょっと丸くしたりとか、今と同じ塗料でこれ下地をしてる。これ触るとなんかちょっとなんか少し木じゃがりというか、なんかザラザラザラッとしてる、うん、ザラッとしてる、染み込ませる。で固まったところをペーパーで塗った。なんかやっぱりつるつるになっていくので、ね、だから僕らの場合はその形、毎日こう同じ形のものが毎日ずっと塗っていくわけじゃなくて、明日何の形を塗るかわからないっていう。どんなお仕事が来るかわからない。種類が多すぎて、だからこんなのもあったり、おおどうしようかなっていうのを毎回考えながら、ある環境の中でね。でやっぱあの父親の時代っていうのは本当にこれならこういう形のものだけでお仕事があった時代だから、無駄がないというか、ずっとお仕事が回転してる状態。もう裏になると時代になるともうそういうことがなくなってしまって、何でも塗らないといけないっていう。なんか筆で塗るものとスプレーで塗るものの違いはあるんですか？違いはあと例えば漆で塗るハケ塗り、ハケ塗りっていうのは塗ってから乾くまでにすごい時間がかかるっていうか、その間にあの湖に石ちゃんぽんと入れると波がこうバーッと、あれが
ゆっくりと乾いていくことによって鏡みたいになる。でもスプレーの場合はそこまでも本当に1時間2時間でその波、まあ、波打ってる状態で乾いてしまうので、そこら辺がね、ゴミがついたらもう取れないんですよ。だから漆のようには塗りたいと思うけど全然その仕組みが違うので、で塗料ってどうやって綺麗に塗ったら塗れるかなっていうのがね、もともと漆を塗ってた人たちが、そういう吹き付けの変化してたって、漆塗りの工程のこの下地、中塗りで漆の上塗りって、うん、全部漆で下地をしてたんで、うんうんうん、でその下地があまりにも大変というか、うん、で需要もいっぱい来るし時間が足りない時に吹き付けっていうのが出てきて、この下地を吹き付けでするようになって、うん、最後の上塗りだけは手塗りでするっていう。で僕らはその吹き付けになったところので親の後を継いでるので、あ、そうなんだ。だからもう塗料で仕上げるっていう新しい分野ができたというか、へえ、上塗りまで塗料でするっていうね。面白い。いろんなこう枝葉が描かれてて、川田、うんうん、にはこのいろんなあの職人さんが、同じあの職人でも全然こう分野が違うというか、うん、それがまた混ざったりするので、この四角い表と裏とあって、だから表と裏と全部塗ろうと思うと僕らの付き付けが500万円から600万円の限界かな。それを何、うちの場合は僕一人に対して女性が3人ついてる。ほら、もう女性の方が重要というか、あのそれぐらい塗るまでのお仕事は女性のお仕事の方が大事なんです。お前言ってる今さっきね、ちょっとさっきあっちでやつ、おお、なんかね、ツルツルになって、ね、これでもうあの何て言うの、お醤油がこぼれても拭き取れる、状態になるね。だから母親まあ、母親のお父さん、まあ、おじいちゃんか、もうだからその漆を塗ってて、なんでそのおじいちゃんかな、どっかで吹き付けに変わる。ただこれがあるので、4回5回塗ろうと思ったら間に必ず。できるだけで、ね、負担がかからないように金額、業務なんかも決めるかなと思います。ちょっと修理というか、あのもう一回きれいに新品に塗り直すというお仕事で、もう、ね、十分というか
塗ってはあるんだけど、あのちょっとこれじゃダメなんだということで、あのもう一回塗ってほしいと、あのこういうねちょっとまだら模様を出してほしいっていうことだよね。っていうか、こういう目が見えないとダメっていうので、もともとつるっとした綺麗に塗ってあるのにな、だから一旦ちょっとそれを落としてる作業、木であることにしてほしいんだっていうご依頼なので、じゃあやっぱ木に見えるようにしようかと。その後塗るってことですよ、うん、その後そのさっきやったのとは違う形で塗るってことですよ。そうそうそう。普段はどういうことをされることが多いですか。今はですね、ヒナの吸い込み口みたいな小口っていうんですけど、ここがすっごいあの塗料がとか水をすごい吸い込んじゃう部分なんで、ここを埋めたりサビで目止めをしたり止めたりとかっていう作業が多いですかね。わかりました。ちょっと臭いんですけどちょっと臭いんですけど、こういう塗料なんですね。これを塗っとくとあの吸い込みがだいぶでつるっといくっていう。でこうへこみがあったりした時とかもこれ塗って、で研いでは真っ平らにしてまた塗っていくっていう。なんかめちゃめちゃ難しかった仕事ってあります。やっぱりね、あります。大きい大きい板、あの僕らの中で一番難しいお仕事って今でもやっぱ思うのは真っ黒の鏡みたいにするやつ。ピアノ。確かに。あれはね、もう一番なんかうまいこといけば一番簡単なそうなんやけど、やっぱり難しいやつ。ピアノみたいな黒い板、あそれもね、あの畳ぐらいもある大きさとか、でかいの。これも何に使うかはわからない。画用紙みたいな、新銀さんの作品の板やったりとか、今ね、あっちであのちょっと仏壇みたいなの作ってるのが、祭壇っていうの、あっちにあります。でもあれはバラバラのパーツになってるので、ね、まだあの来たけど、すごくこの杉の木の木目が見えてはいるんやけど、このこれがねなかなか難しいというか、もうずっと成功するイメージはもう湧かないと思います。なんかもう偶然もうゴミがバンってあったり虫がいたりするともうああもうペンやりますかみたいな。いやこれ僕も実際どういう場面で使われてるのかちょっと組み上がってみないとわからんというか、だからこれだともうね何つうのもうこんなねこうあるでしょ、こうやって滑りちゃう、これでね塗り上がるまで見えないのよ。これって塗り直すときってもう一重上に、そうもう一重また先のうわ磨いて、磨いてまた上に、ね、今の一回塗ってあのザラザラで、今のこういう黒いつるっとするやつってなんかね、まだこれ裏これ炭の板、おお、これをこんな風につなるのはなかなか難しいなって。確かに確かに。やりがいありますね。これが塗れるようになれればご飯食べれるかなって10年前に脱サラして。そうなんですか。もうサラリーマンやってて、サラリーマンで出資の営業。そうなんですね。面白い。なんかこれからこういうなんかお仕事していきたいとか、こういう風になってほしいとか、会社としての展望とかあります。ありますね。やっぱりね、これはこれで
あの僕はありがたいのは漆の産地にいるからこういうお仕事がさせてもらえる、うん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 、でも普通の塗装屋さんって多分川田じゃないところで僕塗装屋さんしてたら多分もうやれてないっていうか。あ、そうなんですね、うん、あのもっともっといやあの求められてるものが違うっていうか、うん、でこの川田で漆と一緒になってやっぱ残らないと、うん、漆がなくなるとまた僕の仕事がなくなってしまう可能性がある。あ、漆っていうのは非常に僕にとっても大事でお手本がやっぱりずっとないと。あ、なるほど。これが、はい、でもね、こっちの方の塗料の方の分野これもやっぱり見せて出していきたいなと思ってるので、ちょっと欲張りなんですけど、あの塗料色やね、色で僕らの感覚はもうなんかちょっと固まっても出て、うんうん、もう昔からもこういうもんやっていうのがもうずっと頭にあって、うん、なかなかそういう勝負っていうかいろんなあのできんねんけど、あのその漆器じゃない方のこの意見っていうか、これがねすごく大事なんやなって、うん、思いましたわ。怒られることはないんだけど、あの何だろう、あかんねんな、あの千の力級の時代から決まってるもんとかあるんで。あ、そうなんですか。もうこれはこれっていうぐらいの、あ、ちょっとホリがいっぱいになってるんだけど、もうこれだもん、あのお茶の世界で使う器やけど、うん、もうこんな風にデザイナーの伊藤さんがこうやってしてくれたものを僕がそれを忠実に塗っていくっていうか、だから全然漆器じゃない。うん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 、かわいい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 、これかわいい、これかわいい、めっちゃおしゃれ、中ピンクやで、かわいい、あ、すいません、ありがとうございます。これは何に使う？これはね、本当はあの料理屋さんで、うん、ここの中に陶器が3つ入ってお料理が入ってる料理の料理箱、が色が変わると全然違うものになるっていうかね。すごい。これがね、30、40点ぐらいあって、大きいのから。どう、こういう風に遊ばなかったらもう捨てちゃうんですか？そう、捨ててしまう。で、もうね、あの漆器の時代があって、もう売れないわとか、もう二度と売れることはないわっていうものもあるし、あ、そうなんですか。やっぱもうあれ決めつけて持てる、あの僕らなんで、あ、もうこんな古臭いもんダメやわとか、そういうものも結構あったりして、そういったものが例えばこういうものに変わると、また新しい、需要というか、見てもらえるきっかけにもなるんかなと。これで初めてまた今度本当の漆塗ったるような本当の僕若狭盆っていうんだけど、若狭盆を見てもらうことも可能なのかなって。僕らはもう本当にあの塗装屋っては言ってるけど、あの全然違うと思います。あのこの産地の漆器をやってる産地の中の塗装屋さんっていうのは、メガネでも塗装の技術はあるし、 あるんですけど全然違って、あの僕もメガネでちょっと4年ほどメガネ塗装の修行をしてて、求められてるものがまず違うっていうのもあるんだけど、あっちのメガネの場合はもっともっ と精密というか、あの厳しい世界やけど、またこの漆器の場合だと今度はこんな大きい板やとすると、メガネってほらこう細いでしょ、ここ細いし、あの面、大きい面を塗るなんていうのはメガネにはないので。確かに、あの全然ね違いました、ただ勉強にはなりますけどね、あの塗装、メガネの塗装っていうのもたくさんの色、調色も習ったし、だからメガネ屋さんに行って営業をやって今やってるので、その昔の引き出しをいっぱいこう出しながらやってるっていう。面白い。なんか漆に近づける
ことが目標だから、それも一つのなんかこの産地ならではの特徴っていう感じですね。そうそうそう、うん、常にね、うん